にちは、キャーです。はい、ということで今回は東宝プロジェクト強さランキング旧作編です。前回の Windows 版の強さランキングから10ヶ月が経ちました。今回は旧作編をやっていきます。もうね、ずーっと前からやりたかったんよ。この前出したのが12月25日とか、確かそこら辺だったよな。もうそんな時間だったかと、もう2021年がもう終わりに近づいてるぞ。こんだけ期間空くことねえだろって感じなんだけど、空いちゃいましたね。ほんとね、1年ってね、短く感じるわ。第1弾が Windows 版、第2弾が旧作版、第3弾として次は Windows 版も含めた完全版をやりたいですね。そしてね、今回、旧作はね、情報がなさすぎてランク付けしにくい。だから元ネタから推測とかになっちゃうよね。だから誰もが納得できるランキングではないと思います。そして今回は旧作だけにいるキャラ限定にします。だから霊夢、マリサ、ユーカ、アリスは今回入っておりません。次にルール説明です。まず一つ目が本気で戦います。二つ目は攻撃は基本自由です。殴る、蹴る、ビーム打つとかもう何でもあり。三つ目が相手を戦闘不能にしたら勝ちです。殺しても別に構わんけど、そこまでする必要はね。というか絶対守らんやつとかあるやん。無限姉妹とか絶対もうなんか歯向かってきたら絶対殺すまんやんか。前回の Windows 版は確か殺し NG とか言ってたけど、今回からありにします。4つ目が正々堂々と戦えます。例えばゆかり様の能力で相手が力尽きるまで隠れるは禁止です。以上がルール説明になります。今回俺が思うトップ10を発表していくわけですけども、そりゃ当然ね、もう誰もが納得できるランキングではないので、もし皆さんが思うランキングがあればコメント欄にてコメントお願いします。はい、そんな感じで早速やっていきましょう。です。東方風魔62面ボスです。そして東方には珍しい男装キャラです。超イケメンです。まあ俺の次ぐらいにイケメンだな。現実はトップクラスでしょう。ヨウムとかじゃ相手になれません。なんだけどこいつはもうめちゃめちゃ不遇です。まず霊夢に男性と勘違いされます。さらに白霊の力を求めて戦いを挑むが、逆に返り討ちを受けてしまい、挙句の果てには霊夢に埋められそうになります。こんなひどい扱いされてますけども、二次創作では頼姫ぐらい強いそうです。俺はここを評価したわけよ。とは言っても俺的には頼姫よりかは下だと思う。だって人間だぞ。特別なんかすげえ能力があるわけでもねえし、霊夢に埋められそうになるからさ、これで頼姫より上かって言われたら俺はそうではないと思う。でまあ強いことには変わりないと思う。東方にいる剣士の中ではだいぶ上位に入ると思うから、まあこのぐらいがいいんじゃないかな。今回のランキングで10位が一番難しかったわ。夢子です。東方怪奇団5面ボスです。魔界の神である神器が生み出した最強クラスの魔界人です。その名にふさわしく凶悪な弾幕を放ってきます。難易度ノーマルではラスボスの神器をも上回る難しさだそうです。東方は少ないけども神器が認める強さなので、この順位にしました。とは言ってもこれより上って神、悪魔、天使とかだから、さすがにこいつらには勝てないんじゃないかなって思います。キクリです。東方霊異伝地獄ルート15面ボスです。二つ名はヘリッシュムーン、地獄の月という意味があります。ヘカーティアっぽい感じやな。元ネタは日本神話の神キクリ姫から来てます。白山姫神社の祭神であり、白山姫の神と同一視されます。日本神話において日本書紀の一節にのみ登場します。黄泉に下ったイザナギが変わり果てたイザナミに驚き逃げ出した後、よもつ平坂で両者が言い争っていたところをキクリ姫が何事かと語りかけると、イザナギはそれを褒めたたえて地上に帰っていったと言われてます。謎が多い神だが、イザナギとイザナミの中を取り合ったことから緑炎成就、縁結びの神とされるようになりました。余談だが、キクリ姫を親世代として見た場合、豊玉姫と玉より姫、稲葉のウサギは孫世代だそうです。そして竹見中田と八坂止めの神、雨のさぐめはひ孫世代となります。ということはだいぶ初期の神だよな。矢心思いかねぐらいの世代なんかな。だとしたらめちゃめちゃ年いってるからな。奥とか言ってるぞ。日本神話の神がモデルになってるキャラはみんな強いから、キクリも同じぐらい強いんじゃないかなって思います。です。東方霊異伝魔界ルート15面ボスです。二つ名はイノセントデビル、無邪気な悪魔という意味
です。 Windows 版には珍しい種族悪魔です。元ネタはギリシャ神話の不和と争いの女神エリスから来てます。分身アレスの妹もしくは夜の女神ニュクスの子で、数々の不幸や災いを生んだとされる通常有欲の女性として描かれます。女神テティスとペレウスの結婚式に招かれなかった腹いせに、最も美しい女神へと記された黄金のリングを投げ込んで、ヘラ、アテナ、アフロディーテの3女神が争うことになり、パリスの審判を仰ぐことになってトロイア戦争を引き起こしたとされています。ギリシャ神の中でもだいぶ嫌われ者だと思うぞこいつ、性格が悪すぎる。そしてヘカーティア以外にもギリシャ神話がいました。そして東方史上初の神がモデルのキャラでもあります。ギリシャ神だからだいぶ強そうですね。強者ばかりの旧作でも上位だと思われます。とは言ってもさすがにサリエルとかよりかは下だろうから、ここら辺の順位となりました。無月です。東方幻想郷エクストラボスです。無限姉妹の双子の妹で無限世界の主です。メイドの格好は幻月の趣味と言われることが多いが、公式設定ではないので不明です。その見た目によらず種族は悪魔です。霊夢が察知するほどの邪悪な力を持っており、マリサに対し人間の命なんか何とも思っていないので私と言っているので、さすが悪魔といったところですね。そしてズン曰く最強極悪の双子姉妹だそうです。幻月曰く2人で一人前なのだが、無月が変わった人間ね、よりによって私をと返すため、自身の戦闘力にもかなりの自信を持っていると思われます。おそらくこの二人こそが最強の姉妹でしょう。だから綿付きの姉妹以上だな。一方で霊夢に無限世界をこんなとこ呼ばわりされたことに腹を立てたり、撃破時にウグーと特徴的な唸り声を上げ、アヌの幻月に半ば無理やり戦闘を押し付けるといったお茶目な天使ぶりも見られます。幻月です。東方幻想郷エクストラボスです。無限姉妹の双子の姉で無限世界の主です。白い翼を持つので天使に見えるが、正体は悪魔です。この設定はソロモン72中のベリアルを彷彿とさせます。無月同様種族は悪魔で、最強極悪の双子姉妹です。ここまでは一緒。そして幻月と言ったらあの発狂でしょう。東方プロジェクト史上最強難易度、クリアさせる気がありません。発売から23年、未だにあれを超える攻撃はありません。そのためか彼女の曲のコメントでは最強最悪のボスと書かれています。そして純子の弾幕は幻月をベースにしていると言われてます。20周年記念作品のラスボスが参考にするぐらいだから、純子ぐらい強くてもおかしくないでしょう。数あるキャラの中からわざわざ旧作を選んだわけよ。しかもその中の幻月を選んだってことは、それぐらい印象が強い、ズンの中でもこいつは本当に強くてやばいやつっていうことになってるんよと思うわ。だから当然月人なんかじゃ相手になりません。ミマです。東方レイデン地獄ルート10面ボスと東方風魔力5面ボスです。風魔力では白霊神社の陰陽玉の力を得て全人類に復讐しようと企んでいました。だから強さはあるな。そしてどうやら霊夢を弱いと思っているそうです。負けてるけどな。あと怪奇団のエンディングでは新規を弱いと思っているそうです。俺ねここを評価した。こんだけ大口叩けるってことはやっぱそれぐらいの実力あんじゃねえかなと思います。とは言っても俺的には新規の方が上だと思ってる。だからもう俺的には相性がいいのかもしんないね。強さで言ったら新規の方が上なんだけど、戦術とかで今が新規に対して相性がいいのかもしんない。新規からしたらこいつやりにきいってなってるのかもしんないな。無理やり繋げてるよ。でもそうするしかなくねえか。だからここで全てが変わる。正直ここさえなかったら俺は幻月を上にしてる。ここはね俺の中で迷ってるとこかな。ネットとかで見てるとミマは強い扱いされてるから、一応俺は上にしといたわ。ここはね人によって意見が変わりそうな気がしますね。あと余談なんですけども、ミマってサキュバスの意味があるそうです。性行為を通じて男性を誘惑するために女性の形で夢の中に現れる悪魔のそうです。だからまあ悪魔だから一応強いのは保証されてるわ。ガラです。東方レイデン地獄ルート20面ボスであり、東方プロジェクトで最初のラストボスです。元ネタは不動明王に使える8大童子の第7番目の尊格コンガラ童子から来てます。聖鷹童子と共に不動明王の脇侍女を務める、その姿は15歳ほどとされます。仏みたいなやつが出てきましたね。非常にスケールがでかいと思います。だってもうそれ以降仏がいないからな。俺的にはもうサリエルぐらい強いんじゃないかなと思います。間違いなく東方で最強の剣士です。だからもう当然より姫より
より上だわ。旧作では地獄のトップなわけだから、まあそれは強いでしょうといった感じかな。まあ今はヘカーティアが一番だけどな。余談だが、コンガラは他にも10の112乗の意味もあるそうです。だからもう無量体数よりでかいわ。数字としてもスケールが大きいですね。サリエルです。東方レイデン魔界ルート20面ボスであり、東方プロジェクトで最初のラスボスです。そして旧作屈指のカリスマを持ちます。元ネタは旧約聖書起点の一つエノク書に登場する天使サリエルから来てます。神の命令を意味する大天使かつ四天使、また石大天使の一人ともされます。神の前に出ることを許された12人の天使の一人です。打点前のサリエルの任務の一つは霊魂を罪に誘う人の子らの霊魂の監守、このことから大きな鎌を持つ死の天使ともされます。また悪の道に走った天使の罪を図り打点させる役目を持ち、時にはこれまで打点された仲間を思い血の涙を流しています。もう一つの役目が月の支配であり、これが打点使とみなされる理由です。月の運行に関する知識を人間に教えたため神への反逆者とされました。サリエルは自分の意思で打点したとされます。あとサリエルは邪視の元祖と目されています。見ただけで身動きできなくさせたり死に至らしめる強大な魔力を持ちます。その強さは時の教皇が邪視の対策のために5符を発布したと言われているほどです。スケールがでかすぎる。もうそれ以降天使がいないわけよ。東方プロジェクト最初の作品のキャラでもあるにもかかわらず、最初で最後の天使なわけだから、多分ズンからしたら天使は出しづらいんだと思う。スケールがでかすぎるから、いたとしたら本当もう東方プロジェクトの世界観めっちゃくちゃなんでしょうね。あと月を支配していたことから月人より強そうですね。もうなんなら純子以上でしょう。純子は月は支配してないからな。まあ、月支配できるんかも知らんけど、こっちはしてますから。元ネタのスケールからしても強さからしても全てにおいてもう純子より上でしょう。レイデンはね、強いやつが多いのよ。旧作最初の作品だから、もうなんかすごいの出したろみたいな感じになったんかな。岡崎夢美です。東方夢時空ラスボスです。種族は人間、年齢は18歳、職業は大学教授です。5世紀分は科学が進んでいるパラレルワールドの住人です。こいつね、ネットではなんか最強キャラみたいな感じ言われてっけど、正直ね、強さのベクトルが違うと思う。まず純粋な身体能力で言ったら絶対下やん。だってもう上位に入ってるやつだってもう神、悪魔、天使だぞ。こいつ18歳の人間の少女なんだからさ、絶対勝てるわけねえじゃん。こいつが強いとこってさ、頭がいいことじゃん。アンドロイドはミサイルを作れる頭脳があるってことやん。あとはまあ地球破壊用ポジトロン爆弾もあるわな。とは言ってもさ、それ本当に地球破壊できんのか。もしかしたら口だけかもしらんからね。確かあれって夢見が霊夢に負けたから、その勢いのままなんかやっちまったぜみたいな、負けず嫌いだからもうこれ使ったろみたいな感じになったんやと思うわ。破壊できるんかもしらんけどさ、なんか試しにどっかの星を破壊してくんないと、なんか信憑性がないのよ。より姫みたいにさ、霊夢、マリスさ、サクヤさん、レミダを一人で圧倒するみたいな、やっぱ証拠が欲しいわけよ。ここさえあれば俺もうちょっと評価してるわけだけど、でもこれでもだよな。なんか今回のルールとしてなんかちょっと反してる感みたいな、正々堂々じゃねえ気がする。自分の実力で戦ってほしいんだけどなって思うの。俺の中でそれは実力ではないと思ってる。頭脳という名の実力はあるんかもしらんけど、それなんか別。俺は今回ここを抜いて考えたから、もうなんか分かりづらいのよ。入れたとしても順位つきにくいから、もうなんか今回番外編にしといたわ。あとキャラクター性能や難易度が高いから東方最強のボスってなんか言われてるそうだけど、所詮はゲームでの強さでしかないからな。別に難易度が高いから強いではないのよ。一部幻月とかは別よ。あれはもう意識して作ってるわ。圧倒的強さと残酷さを表したのがあれだから、基本はイコールではないのよ。ここすごい大事なの。神器です。東方会議団6面ボスでラスボスです。破壊に存在する全てを作り出した創造神です。夢子も神器によって作られました。全ての東方キャラの中で一番スケールがでかいですね。さすが旧作最後のラスボスですね。だから強さも旧作最強です。多分まあサリエルか神器が一番だろうな。6枚の白い翼を持ち、同じ魔界出身であるサリエルと共通点があります。神器が創造神だとしたら、サリエルは死の天使、つまり破壊を司ってるっていうことでは対比になってんじゃないかな。だから俺的には強さは同じくらいだと思ってる。とは言っても俺的には新規の方が上であってほしい。ポケモンでもアルセウスが一番強いわけだから、創造神が最強であれ。あと二次創作とかではサリエルも彼女によって作られたっていう設定があるそうですね。確かにあいつも魔界出身だもんな。まあ、ワンチャンあるかもしれんな。あと打点を思わせる演出や魔界の主などからルシファーがモデルとも言われてます。ルシファーといえばね、もう後ほど魔界のトップとなるわけですから、つまり悪魔王サタンと同一視されることがあるっていうことだから、まあ、強さも最強クラスでしょう。サリエル
ても一応打天使なんだけど、タタンの上やん。ルシファーとかの方が絶対上やんか。だから新機能が上なんじゃないかなって思います。ということはさ、旧作最初と最後のボスが最強っていうことよね。文の粋な計らいっていう感じやな。はい、ということで以上が東方プロジェクト強さランキング9作編です。最後にもう一度ランキングを振り返っていきましょう。こちらになります。ベーラとかでゆかり様レベルなんじゃないかなと思います。ピクリとかになると、まあかなこ様とかスワコ様とか、まあケーキとか、まあ日本神話がモデルになってる神ぐらい強い。だから Windows 版とかやったらもうトップ10入れる強さよね。エリスとかだったらもう月人いっちゃうんじゃないかな。俺的にはもうギリシャ神がモデルだから上にしていいと思うんだけど、なんとなくヘカーテよりかはまあ絶対強くないやん。タレルとかよりも下っぽいから、まあここら辺に落ち着いてんのかな。円月とかになったらもう月人超えて純子レベルだわ。今とかはね、正直わかんない。これは一応元月より上にしといたけど、結構持ってるからな。新規弱いセリフでだいぶ変わってきてんだよな。サリエルコンガラクラスはもう純子より上でしょ。もうヘカーティアンびっくりだわ。他にもこんな強いやつがいるのか、武者震いがするぜみたいな感じになると思うよ。旧作は Windows 版よりも平均レベルは高い感じがしますね。それはもうだって Windows 版にはいない天使悪魔仏とかがいるわけだから、そりゃ強いわ。だから Windows 版にこいつらがいたらもう幻想郷は終わってるだろうな。もう月も危ないな。サリエルがいるもんな。次は Windows 版も含めた完全版をやりたいですね。できれば今年中に出そうと思ってるので、ぜひ皆さん見てってください。はい、ということで今回はこんな感じですね。最後にもう一度言うんですけども、このランキング絶対合ってるとは限らないので、皆さんのランキングがあればコメント欄にてコメントお願いします。はい、ということで今回は以上になります。この動画が面白ければぜひチャンネル登録、高評価、コメント、通知ボタンお願いします。はい、ということで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。じゃあ。